いや、ほんまなんか不思議な。あ,あ、そう。不思議な方です。あ,あ、そう。ああいや、俺の中では、なんか、ちゃんと理路整然と、なんか、理由付けがあって動いてるつもりやけど。ああまあ、もちろんそうなんですよね。なんか、自分の中では。不思議な。<ー>いや、ほんまになんか、え、え、っていう、その、ポロッと言い張ったことがなんか。三年おきぐらいに、なんか、こう、残る。 いや、ーワードがあるだからお覚えたから無意識やし自分に言い聞かせてるのか、はい、だから紳助さんの,だからその行列でしゃべるだから演説を紳、はい、助教の教祖のお話みたいなのあるよはい、はい、あれをだからまた2週に1回とか10年ぐらい聞いてたからその影響もどっかでやっぱりもしかしたらあるかもかかもわそうですかそれ全くこっちからは感じないですけど。うん お笑い芸人のなんか20代、30代、40代50代の立ち振る舞いとかよく言うじゃないですかはいはい、はい、お笑いのパーセンパーセンで、まあ、確かに言われればそうかなとか<ー>、ね、ででまだたまにさんまさんにおったさんまさんのソウルというか、はい、魂の言葉を聞くと、まあ、確かにそうやなっていうところの、はい、なんか両方から影響を受けているのかなとはちょっと思うよね。バランスよく影響 受けときたいなみたいなのがあるのかもわからんけど。例えばあれワイドナーショーなんかは、もう一方松本さんのコメントっていうのがあるじゃないですか。で、うん、その一番手前の東野さんが、ちょっとこれなんかポロっと一言言うとこうかなとか。は、うん、思い、そういう思いはないんですか。か全くない。 これ意外とまだ例えばニュースによっては、えー、月曜日に出されたニュースならばばっと手垢ついてるな、まあ、大体出てるなは分かりますけど例えば収録土曜日やって金曜日に出たニュースやったとしたらまだ何の手垢もついてない一発目ってこともあるじゃないですか。ああ、うん、あるあるある,あるほんでこれっっててももしししかかかかたら俺しか気づかへん角度かもっていうのが 絶対芸人やったらあるじゃないですかそれもやっぱりもう言わないって決めてるんですかいやそんな…言う時は <laughs>、はい、なんかこうなんとなく収まりいろいろ言ったけど、はい、結局なんか収まり悪い時はあるよ、はい、なんとなくなんかもう一個意見乗っけといた方が立場としていいのかなっていう時は言うけれども、はい、基本的に意見それは言いたいけど、はい、なんとなくゲストの方とかが意見をおっしゃってるのを、はい ななんとなく導くだけの役目みたいにしとかんと喋り出してそれがどん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 なんか喋るのが楽しみになってきてゲストがなんか喋りづらそうになるのが怖いから極力言わない気持ちでいたいでもたまに言っちゃうかもぐらいの感じ91ぐらいのやってる僕あの e m までやってます。 言いたでもそれは俺 MC でんで V オリで振られるんでああなるほどあなるほど意見言ってくださいよ、はい、っていうところだからもう全然そういうあれじゃないんですけどだからあれもだからまあまあ松本さんの,だその企画力というかねなんかだからその今当たり前やしそれがまたなおかつだんだんとなんかもうやっぱり一般人とか専門家じゃないやつが喋るんるなみたいな口調になってるけど、はい、やっぱまあ当たりというか最初みたいなああいうのを目の付けどころって、はい なんかすごいよねだから落語家さんの枕ですも、ね、んね、うん、枕作ってんのと一緒やからだから専門家じゃないやつが何言うてんねんって言われてもっていう話ですも、ねうんねそう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 、うん、男子そう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 、ね、そう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 うそ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 うんうそ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 う いや、だから、でも、いや、でも、その落語家の枕と思って喋る人と。本気で。ね、そう、視聴者の方もね。そこ難しい。難しいですよねだから、松本さんほど看板あったら。はい、あ、まっちゃんの枕やって、理解してくれる人が八割から九割いてるけど。はいはい、なんか、どこぞもしない人は急に。言うと、はい、やっぱ、その大炎上する。ただ、ただでも、一方で。 MC の立場ややったらそそんな人欲しいうですねめちゃくちゃ言う人あのまあまあ言ったら短期で借りとんねんけどなかなか3年5年続けんけどやっぱ短期でいや生きのいいやつ出てきたなっていうのはやっぱ MC で言うとねバララスやつかねし責任にそう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 これちゃったもおかしいなって言うけどたまに欲しなるっていうところのバランスみたいなのがあるから。 だから言われた仕事をお笑い芸人とかお笑いのなんかそういうゲームコーナーを日曜日劇場でやってたりとか関西のバラエティとかでやったノウハウを情報番組とかで活かしてるっていう感じじゃない俺はそんな感じかなマスターしたやつをちょっとこう転用してる。 ちょっとじゃあこれちょっと柔らかい感じで最後、ちょっと人笑いあって真剣な話だけど最後、人笑いあって怒らん程度にちょっといじってみたいなところっていう感じかな、えー、だからそういう意味でベースはそのお笑いでマスターしたやつをどう転用するかみたいな感じに結果的にレギュラーやってるやつのま6割から7割それやからうんなるほどそんな感じでやってる感じかな。えーえー、いやだからど

その前、4年ぐらい前は45人やって、はあ、少ないなぁと思って、はあ、2> で第2次募集したら「はあ、ちょ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 ,ちょ,ち,ょちょっと待ってくれと」とちょっっとと待ってくれとだからああのあの、経理の計算する人がやめすぎて計算する人今いてない状態、はあ、っていうぐらいのなんかわからんけどその沈みゆくテレビ地上波みたいな現状はそんな感じでも何座れるのかって言ったらほぼほぼ。 制作会社立ち上げたり、<う>全部メディアやから違うところに人気あるってことですもんね。うん、だそれで言ったらまあそれで言ったらってこんなところで流行すことじゃあげてジーパイチに買いに行ってるあのおっちゃん、うんうん、カメラ持ってる。うんうん、うん、おっちゃん。もう億万長者でね、うんね、うん。そうそうそう。まあたまたまね、ね別件でね。ね。うんうんうん。いやだからテレビっていうところじゃないところでね、はい、いかにだから生活していくかっていうところもあるし、でもテレビは楽しいなんかね。はい つけたらおもろいことやってるっていうのであってほしいからでもなかなかコロナになって3年ぐらいになって終わってからたまにあれどうすんのとかいやまあどうなってんのとか聞く機会があんまりないやだからみんなどう思ってんのかな,なだからそのタイミングっていうのもありますけどやっぱコロナもでかいでしょうねフジテレビあれコロナ関係なかったらそこまでもしかしたら120人は行ってないかもですね そうよね、はい、だから本当に吉本に入ってくる方もいらっしゃるしはい、はい、っていうところやからまあこれは、まあそういうね、最後までだから一応テレビやりまあもちろん潰れないと思うけどなんか生放送とかニュースとかそういうことになってイベントになって「はいはい、1> m 1グランプリ」とか一番、はい、テレビのなんかこう一番使えるなんか、ね、イベントしかないし。いし生で見たいしキンングオブコントとか っててななな感じになってくるのかなとは思うけどういやでもなんかそうどっかで思いますでも腹ちぎれるほど笑っときたいし、はい、いや,いやなんて人のミス見てゲラゲラ笑ってね、はい、<laughs> 人のミス見てゲラゲラ笑ったらいけないみたいな風潮ですけど、はい、いやめちゃめちゃ笑っときたいわ <laughs> 人の炎上とかでもめちゃめちゃ笑っときたいなとかあとでも東野さんもう一方でそのサブカルにめちゃくちゃ明るいじゃないですか。 あそうそう,そうなんかいや好きだから漫画映画音楽あのだから特にコロナになってからだからルール守るから家帰ってやることないからはい、はい、なんか見るとか、はい、読むとかするのがどんどん増えていって、はい、な別になんか別にお金もらってないけどこれ面白かったって紹介するようになってはい、はい、なんかそういうふうにしてなんか仕事をんか どうですかって言われることは。でも、まあ、昔からですもんね。俺結構、あれ見たとかいう話をさせてもらったから。あ、見てはるなあって。いや、俺はジュニアにも聞くし、だからに。探す見ました。探すみました。面白いね。面白いですね。我ら、気づけんかった、あの車椅子の女の子、あの人やって。なんか、あ、こんないなおもろいなあと思って。え、あの子やったんやみたいな。なんか、うまいなあと思って。すごい、ですごい、探す。 あの人の前の美咲の兄弟はね、はい、あのいやめちゃくちゃおもろいねんだけどめちゃくちゃおもいです人に言われへんのおもろい いやなんかめちゃくちゃ面白いですね。よめっちゃおもろいねんだけどああなんかいや見てられなかったっすよって一応ね初対面の人には言うようにしてんで、ま <laughs>。ビジネスマンやわビジネスマンやわ。あどんなストーリーか言ってんどんなストーリー。ちょっと精神的にあの健常じゃない妹と、えー、妹思いやけれどもまた兄ちゃんも足の悪い、うんまあ、障害を持って、 た本当にもう貧困お金がないその妹がトラックの長距離運転手相手に。 えー、体を売ると生活が成り立つんじゃないかっていうことを兄貴としてそんなことは妹にさせてはいけないいやでも生活があるうんみたいなどうしようって揺れ動きながらも妹を売ってさあこの破綻していく兄弟さあ最後にどうなるんだっていう、うん、非常に面白いいやでもなんかあいやいや,いやお俺はめちゃくちゃ面白かったけど、はい、あの内容が内容だから人におもろかったなって。はい <laughs> あの俺54で言ったらあかんと思って厳しいなあれは辛いっすねって <laughs> 一応うか伺いながらでもおもろかったおもろかったよなあのうんこのシーン笑ったよな <laughs> だから様子伺うようになるやろお前も大人,大人、俺まだまだやなやっぱ <laughs> 結構大声で二咲の兄弟 <laughs> おもろいったあかんかんかんか,んかん <laughs> 途中で見,見てられへんかんった中から入ら、はい、んと。 楽屋の様子見てそうかまだまだやなまだまだ若造やないやそんなことないいやあの監督やっぱすげえな思って面白いな思って今年まだまだ3か月4か月ですけど一番おもろい映画なんじゃないの今年なんかそんな感じなってほしいなとは思うああいうの見るとだからワクワクというか人に言いたくなるというか っていう気持ちはまだある感じよねだからどんどん売れていってほしいというかんまここライト東のなってライト東のなっていやって気持ちになる興奮したわと思ってだからそういうのに出会えると楽しいみたいなもあるしだからこれ60何やってんのかなとか70何やってんのかなとか伝説の一日もあって。 ついこの間、はい、でまあ、終わって、はい、ほんで10年後俺64で、はい、20年後74や、はい、10年後誰がメインでやってんのかとか<ー>20年後って誰がメインでどんな感じでやってんの20年後は多分出てないと思うんですよでも120周年メンツーそう変わってないと思うんですね変わってない だって枝師匠もいてあるぐらいだからさんまさんもちろんいてあるわけでほんならもちろん DT 健在の中もうだってダウンタウンさんはも大、ね、下はもちろん増えてるいく、ね、けど n 次元のステージもパンパンになってるねな感じ10年後はねああじゃあ20年後どうなってるんですかとかなってきたりとかするといやすごいなっていうかお笑い帝国恐ろしい。 でかさ違ういやだからほんま NGK がキャパあれで収まってるかどうかみたいなことになってくるんです、ね、あーなるね10年後とかし、まあ、新しい新 NGK をどこそこに建てるみたいなうかもう道取っ払って秤な <laughs> もういでああいや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 ,いやちっちゃいな「<laughs> <laughs> 天秤棒どけてー」<laughs> 懐かしいし <laughs> いやぐらいのだから感じですしです、ねえー、なんかそん時はどうすんねやろ 20年後コメディやってんのかなとか<ー>そのコメディのやり方もなんか役とプライベートが入り交じるコメディやってんのかとねさんまさんスタイルのコメディなんかまたあ新たな、はい、ちゃんとした台本があって,お芝,居としてお芝居としてのコメディなのかとか<ー>でどうなってんやろうっていうのは<ー>興味あるし、はい、あのこれもだから別件喋ってんけどふとこの時系列が逆で。 110周年の NGK のこの2日間「伝説の日」が終わった後、はい、ね壮大に終わって、はい、うわーってなった後、はい、闇営業騒動が出た時になったら「はい、宮迫」とか辞めてんのかなとかあ<ー>こんなその巨大な力、はい、ドーンって、はい、目の当たりにしたいとか、はい、ステージにおった時の熱で考えると。はいはい あんんなななジジャッジしたんか,なとかなるほどこの一枚違和感とか <laughs> 肌で感じた時に,逆にこれこれが逆やったらど,<ー>どうなってたんやろうなとかなんかいろんなことをちょっとこの伝説の1日の2日間はなんか考えたいうか100くっきりで言うと100年の方がと思いますけど、うん、100年の時にダウンタウンさん漫才せえへんやろと思ってたしそれ,がれなんだん今回なんかあれやりあんのかなぐらいの空気になってたし。 だから多分松本さんのマインドっていうか気持ちの中での最近の若手のそのなんかこうお笑いに対するなんかハングリー精神とかになんかこう感化されてダウンタウンもっていうのも声聞くしおいらはそんなん言われへんし近い世代やからでも孫の孫世代が無邪気に酒の席で言ってるんでしょ。 そうですよね多分,分 TBS でコントやり始めはったぐらいからだから,だから多分そこになってきてるからって言って浜田さんもなんか聞いてないけどみたいなことであれも多分ほんまやと思うし<ー>でもあの熱を感じるとまたなんか動き出すっていう一番働いてない吉本ですごいですよねいやすごいと思うだからここに来てなんかしんどいしんどいって言いながらめちゃめちゃ精力的にやってるなと思って浜田さんでもすごいですもんね すごい,いやその浜田さんのその言うたらプレバト、はい、俺も知らんかったんけどだからそのジュニアのド M っぷりもすごいよ引 <laughs> き受け方の、はい、なんかく俳句考えて、はいはい、でえへんなってちょっと休憩でまたプレバトの宿題やってんだよ <laughs> <laughs> いやいやそれ漫談して受けたって喜んでる場合やないなって <laughs> いやちゃ,ちゃうねんって。 ねっていやだからド M すぎるっていうか気に入ったみたいな俺にそれ言うの分かったじゃあやるわみたいな感じで全部引き受けるとボロボロになるでっていやだからそこはだから浜田さんも面白いでしょ面白いですそばで見つてもめちゃくちゃ面白いですあのんか時間とか自分の中での編集とかすごいよねプロというか 最初に4時ですよだを帯でやった生放送やったっていう影響なのかあ<ー>多分そういうい話になってる体内時計が全く狂わないというかもうまず最初の秒読みディレクターフロアでしてないですからね。って言って全員着席「プレバドー!バドー」ってもうすごいよね<ー>だってあの本当有名な話ですけどジャンクスポーツが11時代深夜の11時台30分時代の話ですけど CM 抜いたら24分ぐらいじゃないですか<ー>いつも大体28分ぐらいで収めるんですよでそれがアスリートの喋りがちょっと長かったりとか軌道修正さまっんかしながらやって32分3分ぐらいになったらその「林ンっていう、まあ、P なのか<ー>総合演出か知らんけどいつも決まった位置にいるんですけどそれをにむんですよ。わ <laughs> <laughs> かるやんこの感じ。 でもあ俺が聞いた話ですよある時やっぱもうちょっと編集もしたいし、はい、でアスリートのエピソード脱線もおもろいから、はい、エピソード浜田さんが本番前に思うんです、はい、楽屋であこういう話で、ね、頭が入って。はい、で,で言うたらもうりの素人やから。うん どっち上がるから、はい、ポイントポイントで軌道こ右に開いて浜田さんがやってくれるんですけどもうちょっと喋ってほしいってなってでも浜田さんからするとうん30分過ぎたらにらみ聞かせるからどうしようってなって、はい、スタッフが考えた作戦が楽屋で見せる台本の,そのアスリートのエピソードトークの印刷の字をちっちゃくするっていう。<laughs> <laughs> え,え、ちょっと待っていやなんか全く違うな思ってた感じこれえいやいや大の大人が深夜まで会議して、はい、どうしようとああとにかく浜田さんは、はい、もう言うたら撮りたがれへん、はい、でも、はい、もうちょっと喋ってほしい、はい、どうすんねんだってお前楽屋に見せせる時に全部読むからもうバレるやんどうすんねん ちっちゃしましょういけますいけますいけます。これ浜<ー>さん気づきませんじいちっちゃしたらしゃべる数増えるから大丈夫す <laughs> <laughs> バカ人なの <laughs> バレるわそんなもんジュニア、はい、ギリギリバレへんじゃん <laughs> 今日なんかちっちゃないかって, <laughs> って言ったとか言ってないとかそれ定かじゃないの。ん っていう話をお前だを思ってから面白いなと思って、えー、いやだから浜田さんなんて10年後20年後とか俺清師師なってると思うね<ー>関西では「伝説の一日」の土曜日初日はだから「読売テレビ」「カンテレ」「ABC」「前上層」が同じ時間に1時間「伝説の一日」「一日」やるんです、はい、その今日始まりますっていう、はいはい、でそれであ「テレビ大阪と」とで 清師匠が、まあ、顔や吉本の、はい、その1時間の中で移動しながら全部の局に行って、えー「今日から始まります」ってやるみたいな象徴じゃない、はい、だから、そういうのもなんか浜田さんや20年後とかやってる俺らじゃちょっとそこまで突っ込まれへんなっていうところをやっぱり。 幹辺りとかがもうガンガン浜田さんに突っ込んで「お前それえっ?」てでも浜田さんが笑ってる「はいはい、あじゃあ演かこの関係性」っていう時代にもなっていくんちゃうかなとはちょっとはい、はい、でももう一方であと10年先に松本さんいてありますかねいいややそこだからたまにポロって なんかもういやもう下のやつがやったらええねんとか,とかもうしんどいでっていうのねあそれ言うてるよ言うてはるんで、うん、だからほんまに趣味とかなくてよかったなと思いますよねああなるほどねちょっとゴルフとかなんかわかんないですけど車とか海だ山だにもし興味がありはったら俺も下手したらもうそっち,に行,そっち行ってもうはいもうやめーって言って俺スパーンってやめはるような えー、あ,あそうか。でもさんまさんも、はい、なんかでちらっとぼそってなんとなく線は引くみたいなことを昔60で言ってらっしゃったじゃないですか、はいはい、で現在66なんかな、はい、なんとなくいつまでもでテレビの世界においてねいつまでもその後はだから日本中で、さんま劇団作って。はいはい ままあまあ、テレビでなんかわいがっていただいてありがとうございますって言って日本中をうんさんまさんの劇団コメディーでみんなをこう、笑顔にしていくことを多分やりはんのかなとは勝手に思ってんの、ね、で、あと、信楽焼きのたぬきを焼いてお世話になった方のことを思うって武井さんのことを思って作ってやって武井さんの家ピンポン置いていや、ほんま、それらしいよ。 まず、武志さんタモリさんのことを思って信楽焼のたぬき作って、はい、いやだってほんまに60代やめる時に韓国から土持ってこようとしたんかなあの釜,、えー、釜を作るの<う>田舎に行って<う>さんまさん<う>で信楽焼のたぬきが好きなんです、さんまさんってあんま聞いたことないうで,ですあの大竹しおさんと結婚してる時に<う>家買うってお庭にか,かわいいさんまさんよくねかわいい信楽焼のたぬきを花壇のところバ 学べてて可愛いなぁと思ったら、奥さんにすごい気持ち悪い言われてる。<laughs> でも、本人はすごい好き。<ー>らだから、お、例えば、ジュニアとかにもレギュラー番組一緒にやってくれてありがとうなって言って、何番目か分からんけど。<ー>ジュニアのことを思って、力でやるの、やって焼いて、<ー>できたやつを、<ー>ある日ピンポンってやって。<ー> <laughs> で、くれるんって言ってはったからな。<ー>だら人それぞれ、そのやりたいことっていうのが。 あるからでどういう最後結末を一応は描いてあるんですかそ,その何の結末なの,のテレビタレント、タレントお笑いタレント、はい、もうい<や>ほんまにしがみついて終わるまでしゃぶり尽くしてなのかある時にもうスパッとうんいやなんとなくこんな感じで仕事するのが60ぐらいで仕事なくなるって。 思ってんのよ。いや言ありましたね。なんかなんか六十ぐらい。今もそう。今もそう思ってる。ほんまに。もうじゃあもう数年ですよ。もう数年。ほんでなんか一年ぐらい。今んとこの計画は一年ぐらい田舎暮らししたいのよ。ん。田舎暮らししながらなんか大阪でレギュラー二本とか、なんか名古屋で一本とか、ね東京でもなんかできれば一本欲しいんだけど、それでめちゃめちゃちゃんとしたタレントでせんそれ。もんで。 今持っての北陸たりに古民家買って1年間田舎暮らししてちょっとなんか庭の前に大根植えたりしてそれをなんかこ YouTube 動画撮影して編集して田舎暮らしみたいなのやってほんで月間は大阪行ったりとかそんなんでのんびりというかなんかセミリタイアじゃないけどそんなんはちょっと1年ぐらいは1回はやりたいなっていうのがある感じかな。 林マヤになりたいって、ね、<laughs> やつは、そ <laughs> 工藤ゆ<由>き、<laughs> 富士山バックにヨガとかもそうするし、ヨガの YouTube も上げるし、<laughs> 今日は馬乗るとか、いやでもそんなもうなんか一年間ぐらいってずっとは厳しいけど、一年間ぐらいはちょっとやりたいかなと思ってるぐらいで、あとは。 ふわーっとした感じなんかなああほんでまだ今出てない例えば YouTube これ23年前に自分がやると思ってなかったし、うん、だから他のツールがどんなら出てくるか出てくるか分からなんからほんまなんかあんまりこう,う予想図の書きようないですよねきようないでも性格的になんか5年後10年後これするとかこれしたいって思って。 ななんとくくそっち側に歩く方が行きやすいのよ自分の中で何にもふわーって考えてやるよりはなんとなくある程度明確にそれがしなくてもやっていく方が途中でまた新しい明確なやりたいことができるかも分からないからっていう考え方。あとそれこそ俺の M なんてそんなもんもう全然ソフトのソフトソフト M でむちゃくちゃハード M じゃないですか。 <え>あれ何してんすか山の中入ってんすか釣られて寝て釣 <laughs> <寝> <laughs> られて寝てっていうか <laughs> そ,れをそれジュニアが言うから大げさやけど崖に釣られてそそううあの、まあ、ドキュメンタリー映画見てあれおもろいなって、はい、あれ何やってんねみたいな、はい、ずっとでその登山家クライマーがおもろいなって、はいはい、その前にだから成人病がある日怖くなって、はい、だからその 風とか脳梗塞とかなんかなったら嫌やなと思って友達のディレクターのバってやつに登山しようととにかく登山してたら歩くから成人病にならんということでやろうやろうって言って2人でやり始めたのよほんでそれやってたら番組ちょっとやりませんかってなってなってほんでやってたらガイドしてくれる人が有名なクライマーなんですけど。 会会う人会う人全員がやっぱ頭おかしいのよ、はい、全員がね、はい、死,死ぬ近くになったら生き生きするみたいな感じの人で話し聞いてたらおもろいし、はい、なんか足の指がちょっとないとかいろいろことを説明をご機嫌にするから、はい、すげえなこの人だと思ってて、はい、でなんか番組できたらいいよねって言ってたらなんかできる感じやって、はい、でもクレイジージャーニーがあるから、はい、スタジオでやったらあかんや。 じゃあやりながら話聞けるねってなってんけどいざやったらずっとだから岩場にしがみついたりとかなんかそういうところになんかテント張ってやったりとかしてる感じなんですよねそそそそう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 で登山にいたってもうえげつない山やからそれも雪山とか、うん、そこのディレクターが地上に戻ってきて俺とタクシー旅行って もうそっちのルールでやるからむちゃくちゃ歩くねん <laughs> <laughs> 結果俺、俺股関節ぶっ壊れるっていう、ね、<laughs> あそうなんやだからもう麻痺してきてたその番組とかそういう登山の番組はじゃあ3時間歩きますあ、わかりましたみたいな感じになってるモードとしては、うん、でもあ<ー>まあまあ誰もこんなんせえへんしまあまあ誰もせえへんから一応やっといた方がええんかなっての感じ、えー、感じっちゃ感じけど,どそう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  いやだ,からそうだからまさかこんなんすると思わなかったもん登山なんてみたいなえなんでみたいな感じ<ー>でもやってみたやってみたでまあまあ変な人もいてるし<ー>おもろい人もいてるしあ<ー>まあこれはこれで確かに面白いなって思うしほんでそのもともとちっちゃい時からすごい泳げるっていう,そ,う,そ,うそっちもありますもんねなんかスイミングスクールに通っててなんか創成期に。 スイミングスクールできた流行りの時に通ってたからもう全部小学校3年4年でもバタフライまで泳げたから<ー>もう何でもできたんですよ<ー>だそういう意味で言うとだからなんかもともとのなんか体の体勢みたいなのはある方やと思うはいはい、はい、ポテンシャルがあるから、うんうん、そんな感じこれでもなんかすいませんうちばっかりでこんだけおもろいの頂い,いて。はい もあのー、申し訳ないんで、あのいつでも、あのー、車に乗らせてください。